さパンダサイエンスプロダクションの白黒逆さの逆さパンダだよ。あのね、レジ袋って海の中だとクラゲとよく似て見えるんだって。というわけで、レジ袋がクラゲに似ていることを確かめてみよう。身近な材料でできる簡単な工作を紹介するよ。こんなクラゲを作ってみます。これとかこんな感じ。材料も作り方もとっても簡単。使うものはペットボトル、レジ袋、ハサミ、輪ゴム、ペン。ペットボトルはラベルを剥がしてよく洗ってね。小さくても大きくてもどんな大きさでも大丈夫だよ。そしてレジ袋、色がついているもの、透明なもの、何でも OK です。あとはハサミ、輪ゴム、それと油性ペン、全部揃ったら工作スタート。まずはレジ袋、このくらいの大きさに切ってね。どんな形でもいいよ。丸とか三角とかこんな感じ。このレジ袋の真ん中をつまんで、こんな風にしてここを輪ゴムで留めます。輪ゴムを二重にして巻くと早く巻けるよ。くる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 、よし、できた。てるてる坊主ができました。そしてクラゲの足を作りましょう。ハサミでこんな風にチョキ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 、できた。次に頭の部分を広げてぺったんこにします。よいしょよいしょよいしょ。ここに油性ペンで模様を描いてもいいですね。何描こっかな。よっ、キュッキュッキュッ。お花模様みたいな、これは水クラゲのつもり。出来上がったクラゲは水を入れたペットボトルに入れて観察してみましょう。よいしょ。そーっと水をこぼさないように気をつけてね。蓋もしっかり閉めて。どうかな？本物のクラゲに似てるかな？あがりー。ふわふわふわ。どう？ここに絵の具や着色料などで水に色をつけたり、あとはボトルに油性ペンでお絵かきしても楽しいよ。逆さパンダはこんな絵を描いてみたよ。じゃじゃーん。これとか綺麗でしょ。こうやって100円ショップにある LED でライトアップすると、じゃん、小さなアクアリウムみたいなおしゃれなインテリアになりますよ。大きなペットボトルにたくさん入れても面白いね。お家の人と一緒に洗面器やバケツ、お風呂やプールで観察してみてもいいね。
ここに砂浜で見つけたマイクロプラスチックを入れるとマリンスノーボールみたいだね。ふわふわふわーって。さあさあ、マイクロプラスチックのマイクロというのは小さいという意味です。本物のマイクロプラスチックはこんな感じです。じゃじゃん。カラフルで綺麗なかけらですが、これはみんなプラスチックのゴミなのです。もともとこれは洗濯バサミかな。これは壊れたおもちゃのかけらのようですね。レジ袋やこのようなマイクロプラスチックが海に流れていくと、海の生き物たちが間違えて食べてしまうことがあるんだって。もし海にこんな偽物のクラゲがいっぱいいたらどうかな。海の生き物たちが間違えて口に入れてしまうかもしれません。このようなレジ袋やペットボトルなどのプラスチックのゴミは食べ物ではありません。間違えて食べてしまうととっても危険です。さあ、ペットボトルやレジ袋のゴミを海や浜辺で見つけたら、みんなはどうする？拾う？ゴミ箱に捨てる？お家に持って帰る？そうだよね。最近は、こんな使い捨てマスクが落ちてることもあるよね。実は、これもプラスチックでできているんだ。みんなもうっかりどこかに落とさないように、マスクはしっかりつけていようね。海の生き物たちを守るため、一人一人ができることに挑戦してみよう。逆さパンダも頑張るよ。それじゃあまたね。バイバーイ。